こんな感じに元のね、基本情報が作れるやり方ですね。紹介していきます。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。桜木人です。はい、ということでね、今回もマインクラフトモッド制作やっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい。で、まあ今回もですね、1.18.1 の方で、もっとね、作り方やっていこうかなと思います。まあ今回ね、第2回ということで、元のね、基本設定の方やっていくんですけど、ここですね、結構大事な部分となっておりまして、ちょっとミスったりすると、またね、第1回からやり直しとかになってしまう場合もありますので、1回目見るときはですね、飛ばさずに見ていただけるといいかなと思います。では、今回からですね、IJ の方を使って本格的にね、コードを書いていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。で、まあ、この動画シリーズはですね、これがマインクラフトのモッドの作り方とか、Java のプログラミングについてね、少しずつ勉強した内容を皆さんにわかりやすく伝えていくっていうシリーズになっております。なのでね、何かお気づきの点などありましたらですね、コメント欄の方で教えていただけると、今後の動画どんどん良くなっていくかなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。で、まあ、このモッドの作り方シリーズですね、今後もやっていこうかなと思ってますんで、続きを見たい方、応援してくれる方は、チャンネル登録、高評価、励みになりますんで、ぜひよろしくお願いします。ということで、今回もモッド制作楽しんでいきましょう。はい、ということで、ステップ1、不要部分の削除ということで、やっていこうかなと思います。で、まあ、前回ですね、MDK の方を実装していただきまして、まあ、こんな感じのね、エグザンプルモッドっていうのが入ってるかなと思います。まあ、これ見てみると、まあ、名前の通りですね、まあ、モッドの例ですね、まあ、こんな感じに書いたらいいよ、みたいなのがね、まあ、書いてあります。で、まあ、こういうやつとか、あとね、不要なファイルが、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、そういうのをね、まあ、消して、まっさらな状態のね、綺麗な状態で、モッド制作始めていこうかなと思いますんで、まあ、こういうやつ消します。ということで、まあ、やっていくんですけど、まあ、その前にですね、MDK しっかり実装されてるかどうか、なんかバグとかが本当にないのかどうかね、もう一回最終確認で、まあ、見ていきましょう。まあ、ランチャー開いていただきまして、もう一回ですね、まあ、確認しています。よーし、ちゃんと開けましたね。まあ、これ多分開ければ、まあ、大丈夫かなと思います。まあ、念のためね、モッツのところ開いて、まあ、ちゃんとね、エグザンプルモッドが反映されてるかどうか確認してください。まあ、ちゃんと入ってますね。まあ、大丈夫ですね。ということで、じゃあ、これは閉じてもらって、まあ消していくんですけど、その前にですね、まあ、こちらの歯車のマークを押していただくと、まあ、こんなのが出てきます。で、コンパクトミドルパッケージズって書いてあるやつ。まあ、これね、チェック入ってる方は、これチェック外してください。まあ、一回ね、クリックすれば外れるかなと思います。で、外しましたらですね、まず下のところのですね、テキストファイルですね。まあ、それ以外のやつは結構重要なやつが入ってますので、まあ、このテキストファイルだけ選択して、まあ、消してください。まあ、コントロールを押しながらこうやって選択すると、まあ、4つですね。なんとかテキストってなってるやつ、4つ全部消してください。他のはね、消さないように注意してください。こちらのディレイトと。で、まあ、OK と。はい。で、まあ、こんな感じでですね、まあ、消せましたら、次ですね、まあ、こちらのメインってなってるところを開いて、Java ってなってるところを開いて、こちらのね、Example ってなってるところ、まあ、ここをクリックしてください。で、まあ、ここから下のね、パッケージ全部消しますんで、ここで右クリックして、Delay 等々やってください。メインの Java の COMってなってれば OK です。ということで、ステップ1、不要部分の削除、完了です。お疲れ様でした。それじゃあ次、行ってみましょう。はい、ということで、ステップ2、モッドのメインクラスを作ろうということで、やっていこうかなと思います。はい。で、先ほどですね、エグザンプルモッドを消したかなと思うんですけど、あんな感じのね、クラスを自作モッドのクラスがね、作っていきます。メインクラスなんで、モッドをね、読み込んだ時に一番最初に読み込まれるクラスなんですよね。なので、まあ、モッドの核というか、コアというか、まあそういう部分なのでね、やっていきましょう。ということで、今ね、COM のパッケージがあると思います。そこにカーソルを合わせて、右クリック。で、new パッケージとしまして、これですね、名前の付け方というか、ルールと言ったら、言い過ぎなんですけど、わかりやすいようにするのがありまして、まず com ときまして、ドットってありますよね。そしたら、次、自分の名前ですね。自作モッドを作った人の名前みたいな感じで、今回は桜基人にしておきます。皆さんは自分のね、名前とか好きな名前入れてください。で、ドットとしまして、そしたらですね、次、モッドの名前ですね。自作モッドの名前。今回は基人モッドなので、基人モッドとしておきます。で、もう一個ですね、ドットとしまして、メインクラスをね、入れるパッケージの方も一緒に作っちゃおうかなと思いますので、メインと、小文字でね、入れておきます。これ、大文字、小文字、どっちでもいいんですけど、わかりやすいようにね、小文字にしました。ということで、エンター。そうすると、今ね、こんな感じになってるかなと思います。com、桜基人、基人モッド、メイン、みたいな感じになってるかなと思います。でこちらのね、メインパッケージのところに、右クリックしまして、New Java クラスとして、クラスをね、作っていきましょう。名前はですね、モッドのメインクラスなので、モッドの名前がいいですね。なので、基人モッドと、じゃあ、切ります。皆さんはね、自分のモッドのね、名前入れてみてください。で、そうしましたらですね、まだこのままだと、モッドっていう認識になってないんですよね。なので、これがモッドだよっていうやつにするために、このパブリッククラス、基人モッドってなってるところ、もう一個上の行ですね。ここに、アットマーク、モッドと入れてください。検索でね、出てくるかなと思います。モッドとなってるやつで、ネット、マインクラフト 4G、FML、コモンってなってるやつですね。これを選択してください。で、勝手にね、カッコが出てくるかなと思います。ここにですね、ストリングバリューと書いてあるんですけど、モッドの ID ですね、を入れています。これね、かなり大事な ID となってきますので、しっかりね、やっていきましょう。で、このモッドの ID ですね、小文字のアルファベットで書いてください。多分ね、数字とかもね、使えなかったと思いますので、必ずですね、小文字のアルファベットだけで書いてください。ということで、小文字で、基人モッドと書いておきます。こんな感じですね。で、このね、元の ID ですね。今後、ブロックとかアイテムとか作った時に、登録するクラスを作るんですよね。その時にいっぱい書くことになるんですけど、その時にね、スペルミスとかするとエラーが出てしまうので、今後のミス防止のためにですね、インスタンスっていうものを作っていこうかなと思います。なので、パブリック、スタティック、ファイナルとしまして、ストリング型ですね。ストリングとしまして、モッドの ID だよっていうことで、大文字でね、モッドの ID とやっておきます。で、これイコール、先ほどのですね、基人モッドなんですけど、ちょっとね、これスペルミスを防止するために、こちらをコピーして、こちらにペーストしていきます。はい。これでね、コピペしたので、全く同じ文章がね、ここに入ってるかなと思いますので、これでね、スペルミス防止になりますね。で、丸と。で、このインスタンスですね、ここが暗くなってるかなと思うんですけど、まだね、他のクラスとかで、こちら使ってないので、暗くなってるような感じです。なんですけど、とりあえずね、今後のミス防止のために作っておきます。ってな感じで、これでね、メインクラスの方完了です。お疲れ様でした。イグザンブルモッドの方はね、もっと長く書いてあったかなと思うんですけど、このアットモッドってやつと、この基人モッドとかね、モッドの ID が入っていれば、このクラスがモッドのメインクラスだよっていうので、認識されますので、こんな感じで大丈夫です。ということで、ステップ1、モッドのメインクラスを作ろう。完了です。お疲れ様でした。それじゃあ次、行ってみましょう。はい、ということで、ステップ3、モッドの基本情報を編集しようということで、やっていこうかなと思います。はい。先ほどですね、確認でランチャーを開いたときにですね、モッツのところをクリックして、エグザンプルモッドをね、見たかなと思うんですよね。で、その時にですね、エグザンプルモッドのなんか説明みたいなやつの画面があったじゃないですか。今回はですね、そちらを基準モッドのやつにしていくみたいな感じでね、編集していきます。ということで、まずですね、編集する前にコードが見やすくなるようにするためのね、プラグインを入れていきます。で、左上のファイルっていうところを開きまして、セッティングスっていうところを開いてください。まあ、そうするとね、こういう画面出てくるんですけど、このね、右のタブのところで、プラグインズっていうところを選択してください。で、こちらの上のね、マーケットプレイスっていうところを押したらですね、TOML と出てください。まあ、そうするとね、TOML って言って、なんか、カッコの中に T が入ってるね。TOML ファイルっていうのが見やすくなるプラグインとなっております。もうね、インストールされちゃってるんですけど、こちらね、下みたいに緑のインストールってなってる場合は、こちらを押してインストールしてください。ということで、まあ、やっていくんですけど、まずですね、リソーシーズのフォルダ開きまして、ここにですね、meta.inf っていうフォルダがまたあるので、まあ、こちらも開きます。まあ、そうすると、mods.toml っていうファイルが出てきます。まあ、こちら開きます。まあ、これですね、まあ、ランチャーの起動に結構重要な役割を果たしていて、どっかね、消しちゃったりすると、まあ、ランチャー起動しなくなってしまったりしますので、気をつけてね、編集していきましょう。で、まあ、編集する箇所なんですけど、まあ、そんなに多くなくてですね、まずここですね、modID となってるところ。まあ今ですね、エグザンプルモッドってなってるんですけど、まあ、こちらをですね、先ほどメインクラス作った時に書いたモッドの ID ですね、これを入れてください。スペルミス防止のためにね、先ほどのやつをコピペしてきた方がいいかなと思います。ペーストとすると、まあ、基準モッドってなりますね。で、次ですね、こちらのバージョンってなってるところ、まあこちらはモッドのバージョンですね。まあ、上の点々2つのやつの間を消しまして、まあ、今回ね、バージョン 1.0.0 にしようかな。バージョン1ですね。やってみます。ディスプレイネーム。まあ、こちらは名前の通りですね。モッドの名前がどんな感じで表示されるか。なので、まあ、今回は基準モッドという感じで表示されるようにしておきます。で、次ですね。まあ、こちらですね。今ね、シャープがついてると、オフの状態、無効の状態になってるんですけど、まあ、こちらのね、シャープを消すと、電源が入ります。こちらでね、これが有効になるんで、表示されるようになります。で、まあ、こちらのディスプレイ URL ですね。まあ、名前の通り、まあ、URL 表示させるよっていう感じなんですけど、なんか、モッドのホームページとかある方とか、あと、まあ、モッドのね、ブログとか書いてる方とか、もしいたら、まあ、こちらにね、そちらのサイトの URL が貼り付けられますよっていう感じになります。で、まあ、今回ですね、まあ、俺のチャンネルの URL でも貼っておこうかなと思います。ほい。https の、www.youtube.com、C 桜記事ですね。まあ、桜基人チャンネルに飛びます。という感じにね、まあ、貼っ付けられたりします。で、次ですね、まあ、こちら、ロゴファイルとなっておりまして、まあ、ロゴファイルですね、元の画像とか、まあ、今回ね、作ってあるので、まあ、貼り付けるんですけど、まあ、作ってない方は、まあ、こちらにね、シャープとか入れたりすると、まあ、無効にできますし、まあ、作った方はですね、まあ、こちらに、PNG ファイル形式で、まあ、画像を作ってもらってね、画像の名前をそのまま入れてください。なので、まあ、今回は、基準モッドアンダーバーバナー .png と、まあ、こういうね、画像ファイルをね、まあ、作ってありますんで、今回ね、入れておきます。作った画像と同じ名前にしてください。次ですね、クレジッツ。こちらは、まあ、作った人の一覧とか、まあ、そういうのをね、まあ、入れておくんですけど、今回はですね、元制作の企画ということで、自作元の作り方、バージョンの 1.18.1 としておきます。まあ、好きな文字ね、入れておきましょう。で、次ですね、オーサーズとなってます。まあ、この元を作った人の名前ですね。まあ、入れておきます。まあ、別にいらないなら、まあ、こういうクレジットとかね、まあ、オーサーズとか、まあ、そういうところもね、まあ、こういうね、シャープとか入れてあげれば、無効にできますので、やってみてください。こちら最後にですね、ディスクリプションってなっております。こちらの、なんか、点々点ってなってるところね、点々点ってなってるとこが、なんか、鍵括弧の役割みたいになってて、まあ、この緑の3行ですね、まあ、こちらが表示されている状態になります。ここは、まあ、元の説明文みたいなね、ところなので、何行か、文章が書けるようになってますんで、まあ、これ一回消してもらって、まあここにですね、チャンネル登録よろしくお願いしますと。まあこんな感じでね、まあ、書いておきますという感じですね。で、まあこちらですね、まあここ、エグザンブルモットってなってるかなと思うんですけど、こちらですね、ここをモッドの ID 入れてください。まあスペルミス防止で、まあこちらのですね、モッドの ID コピーして、こちらにですね、まあ、ペーストとしてください。こっちもですね、エグザンプルモッドってなってるところを、記事モッドに自分のね、モッド内に直してください。というような感じで、まあ、これでね、まあ、いいかなと思います。で、モッドのね、ロゴのファイルを作った方はですね、まあ、この PNG ファイルはですね、まあ、今回ね、こんな感じの、記事モッドバナーっていう、PNG を作ったんですけど、まあこんな感じですね。まあ作ったんですけど、まあこちらの、画像ファイルは、こっちのですね、まあリソーシーズってなってるところのフォルダに入れてください。まあリソーシーズ直下にね、まあ、こちらのね、画像が登録できますと。まあ、ちょっと大きめに作っちゃったんだけど、まあこんな感じになっております。こちらのね、モッドのロゴの画像の大きさなんですけど、まあ、縦横の比率は特別ね、決まってるわけじゃなくて、まあ、自分のね、好きな縦横の大きさで、まあ、全然大丈夫です。なので、まあ、正方形にしても、まあ、ちゃんとね、表示されるし、まあ、こういうね、なんか長方形にしても、まあ、表示されるよっていう感じになっております。で、縦横のバランスで、マイクラのランチャーの横いっぱいに表示されるかどうかとか、まあ、そういうのが決まってきてるので、まあ、参考までにね、当時のバナーとか、あとマイクラのね、バナーの大きさとかも、まあ、こちらにね、載せておきます。まあ、このサイズに合わせると、マイクラのね、当時のバナーみたいな感じの表示になったりとか、まあ、しますね。ということで、まあ、こんな感じでね、モッツの TOML ファイルも完了しました。ということで、ステップ3、モッドの基本情報を編集しよう。完了です。お疲れ様でした。それじゃあ、ランチャー開いてね、ちゃんと反映されてるかどうか見ていきましょう。はい、ということで、ランチャーが開きました。で、まあ、ここでランチャーがね、エラーが出て開けないっていう方はですね、モッドの TOML の方と、メインクラスの方のね、設定したモッド ID のね、スペルが一致してないっていう感じになりますので、まあそこのところね、一致するようにしてあげれば開けるようになるかなと思います。ということで、今ね、TOML の方で設定したやつですね、モッツっていうボタンを押しますと、しっかりですね、エグザンブルモッドじゃなくて、基準モッドっていうのが入ってまして、バージョン 1.0.0 ですね、開きます。まあそうするとですね、先ほど設定したロゴの画像とか、記事モッドとかね、バージョンとかがまあいろいろ書いてあります。で、まあチャンネル登録よろしくお願いしますとかもね、まあ、しっかりまあ書いてありますんで、まあ、これでいいかなと思います。はい、ということで、まあ今回はですね、モッドのメインクラスと、まあこちらのね、基本情報の設定ということで、まあやってきました。今後ね、アイテムとかブロックとかどんどん追加して、こちらのね、1.18.1 のバージョンの方も、充実させていけたらいいかなと思ってますんで、今後見たい方、応援してくれる方は、チャンネル登録、高評価、励みになりますんで、ぜひよろしくお願いします。で、何かね、動画の中でお気づきの点などありましたらですね、コメント欄の方で教えていただけると、今後のね、動画どんどん良くなっていくかなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあ次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。